ワンちゃんもお猿さんも飼い主も大興奮。465の企業がペット関連の商品やサービスなどを展示するイベント、感染対策を行いながらあさってまで開催されています。中でも多くの人が訪れていたブースがこちら。寝てていいよというふうに送りますと、ズズズって返事が返ってきました。ワンちゃんや猫ちゃんと LINE を通じて会話ができるというサービスです。センサーの中には三軸の加速度センサーと気圧計が入っていまして、ビッグデータを使ってメッセージに変換しています。と、何やら難しい仕組みですが、つまりは動物の専門家が開発した首輪のセンサーから得られるさまざまな情報を独自の AI システムで分析、メッセージに変換してスマホに送っているそうです。活動量のデータも記録されるため、体調管理にも役立てることができるということです。同じく首輪につけるこの商品は、あ、虹色ハッピーだ。心拍数などからその瞬間のワンちゃんの気持ちを分析。虹色はハッピー、緑はリラックスなど5色で表示されます。最先端の技術が目立った今年の展示会、もう一つの傾向が、今まではペットフードとかペットのお洋服とかのメーカーさんがすごく多かったんですけど、異業種の方なども増えまして。異業種の参入です。その一つが今回初出店のこちらの会社。災害時、避難所でケージを広げスペースを確保できるリュックやアウトドアグッズなどを展示。実はもともとは、弊社が生地にですね、染めたり加工したりする会社でございます。こういう生地、このペットのこういう商品使いたいなというのがあってもですね、なかなか世に出回ってしてなかったのでですね、じゃあ僕らで作っちゃえと。この春、新たにペット関連のブランドを立ち上げたということです。同じく今回が初出店、外資系のインテリア会社。海外の家庭ではおなじみだというくぐり抜けが可能なカーテンを展示したところ、ワンちゃん連れてきて、はい、くぐりなさいみたいな感じでもうやられてるんで、ああバッチリだなみたいなのは感じてるところです。ペット事業への参入に手応えを感じていました。そして今年はこんな傾向も。コロナ禍で、人だけじゃなくてペットも暮らし方が変わって太っちゃったとか、コロナ禍でペットの体重がとても増えたと回答したのは 27.8% に上るというアンケート結果も。健康志向を意識した商品やサービスが増えているといいます。コロナ禍で高まるペット人気、進化した商品は今後さらに増えそうです。